皆さんこんにちは。今回はサンマルコーキプリウスの買取査定に行きたいと思います。見ての通り、私のプリウスくんは非常に綺麗な状態で特に不具合もないのですが、査定金額が良ければ買い替えを検討しようと思っているところなのです。それではこのプリウスくんの仕様を簡単に説明します。平成24年式 G グレードで車検は来年の2月まで約1年くらい残っています。パワーシートは運転席のみです。このコネクターは後付けのドアロック自動開閉ミラーのコネクターです。このコネクターを隠すのはこれが限界です。少しカッコ悪いですね。ハンドルは皮巻きハンドルです。特にスレはありません。シフトノブも交換せず純正のまま乗っていました。ナビは少し大きめのモニターです。もちろんバックカメラ付きで Bluetooth で電話もできます。ダッシュボードにも特にダメージもなく、いい状態だと思います。シートはハーフレザーシートで、布シートよりは少し固めの仕様になっています。汚れや傷などは特になく、素人の私が見てもとてもいい状態だと思います。それでは後部座席を確認したいと思います。後部座席も同じハーフレザーのシートで、あまり人を乗せることもなかったので汚れはほとんどありません。どうですか？すごく綺麗な状態だと思いませんか？こんなにいい状態を保っているので査定に期待が膨らんでしまいます。今回査定をしてみようと思ったのは、以前乗っていたプリウスアルファの方が乗り心地が良く、視界も少し高くて運転がしやすいので買い替えを検討しております。売却の目標金額は70万以上です。さて査定結果はどうなるでしょうか。今回は地元有名店の大手の買取店さん3件で査定してみました。どこの買取店の買取金額が一番かを楽しみに。1軒目にお邪魔したのはラビットさんです。私は以前にもここの売却額が良く、ここに売却した経験がありますので、このお店にはかなり期待しております。対応してくれたのはベテランそうな中年のスタッフさんです。5分ほど車をじっくり見た後に、とても綺麗な状態だと褒めていただきました。その他にプリウスの買取額が一番良かったのは去年の11月前後くらいだと教えてくれました。現在はロシアの輸出が止まっている影響を受けていて、ピーク時より買取額が下がっているそうです。今頃公開しても仕方ありませんが、タイミングを逃した自分に少しへこんでしまいました。そんなこんなで査定額が出ました。ラビットさんの査定額は60万円。近いうちに決めてもらえるならプラスアルファということでした。目標額には届いていませんが、そんなに悪くない金額だと思いました。2軒目にお邪魔したのはガリバーさんです。若いスタッフさんが愛想よく出迎えてくれました。ここのお店は車を査定するスタッフさんと接客対応するスタッフさんが2人いて、1人のスタッフさんが査定している間に、接客対応のスタッフさんが頼んでもいないのに私の買い替えたい車の情報を私から聞き取りながら調べてくれました。売却と同時に欲しい車が希望価格で見つかれば、ここのお店だけで買い替えが済むという便利なシステムですね。そんなことをして待っていると査定結果が出ました。さて今回のガリバーさんの買取額は52万円です。なんとラビットさんとは8万円の開きがありました。驚きのあまり言葉も出ませんでした。なんとか査定のお礼を言って逃げるようにしてお店を出ました。3軒目にお邪魔したのはアップルさんです。ここのお店は私の記憶だと3軒の中では一番古いお店だと思います。長く営業されているお店なので期待をしながら突撃しました。こちらのお店も若くて爽やかそうなスタッフさんがいっぱいでした。お店に入るとすぐに査定と接客の2名のスタッフさんがついて、簡単なアンケートから始まり、査定額が出る前からパソコン画面で私の車の買取相場や販売相場のデータを見せられます。その説明の後にパソコンの画面に映っている買取相場が買取額ですと言われました。なんとその金額は驚愕の数字でした。それでは今回のアップルさんの買取金額の発表です。
なんと最安値の48万3000円、同じ車でこんなに差が出るのは普通の話なのでしょうか。私も今回が車の売却が初めてではないので、100万以下の車で買取額に15万円も差が出たのは初めてで驚きました。この査定額に動揺している私にスタッフさんは優しく、査定キャンペーン中のプレゼントのティッシュペーパー1箱を差し出してくれました。査定額にショックなお客様の涙を拭くティッシュペーパーなのでしょうか。愛車を売却するときは人によっていろいろな事情があります。少しでも高く売りたいのは当たり前だと思いますが、買取店によってこんなに差額があるというのが現実ですので、愛車の売却時には最低でも3件くらいは回ってみましょう。今回私のプリウスくんの売却額は目標に達成しなかったので、個人売却なども検討してみるか、そのまま乗り続けるか、今一度考えてみたいと思います。長らくのご視聴ありがとうございました。それでは今日はこの辺で、またね。